このお腹。ねえお母さん、花子にはくびれってある？花子はこうまっすぐストーンとしてるというか、まだ幼児体型というか。くびれって何？スタイルのいい人にはくびれがあるんでしょ？ですね、こんな感じです。これか。どうやら花子にはなさそうですし。まだ小さいんだからいいのよ。何？体型気になるの？ナイスバディにはくびれがあると聞いたもので。花子は常に上を目指すのね。えらいえらい。でも今はそのままで十分よ。バランスよく食べて、たくさん遊んで、たくさん寝て、大きくなるの。なれるかな。花子が望めばきっと成長するわよ。たとえレイでもね。だから今夜も早く寝ようね。はーい。じゃあ花子、こんなお話はどう？痩せたい。今になってみれば、昔そんなこともあったなくらいの思い出になっていますが、当時は本当に自分がおかしくなっているのが分かりませんでした。きっかけは自分の体型を男子からよくからかわれていたことでした。私は幼稚園の時から周りの子と比べるとふくよかな体型をしていたんですが、両親は気にせず、出される食事の量もよその家より多かったんです。中学生になる頃にはもうそれはふくよかな体型になって、女子からもからかわれるようになってしまい、ダイエットしたいと思うようになったんです。お母さん、私ダイエットするから夕食いらない。食べないの？せっかく作ったのに。ほら、おいしいよ。いらないよ。せっかく作ったのに。今夜はあんたの好きなとんかつだよ。それを断ると、母はご飯を食べてくれないと、私をまるで悪者扱い。運動していれば父に冷やかされ邪魔が入るしで、なかなかダイエットできなかったんです。そんな日々を送っていたのですが、お彼岸で祖父母のお墓参りに行った時のことです。いつも通り掃除をして、お供えをして、お線香をあげていたんですが、ふと視線を感じて左側を見たんです。立ち並ぶお墓の一番端っこに、ガリガリに痩せた女の子がうつむいて立っていました。背は私と同じくらいで、多分160センチくらいあったと思います。その日は気温が低くて、長袖でも少し肌寒いくらいなのに、女の子は白い半袖のワンピース姿、頭には大きなつば付きの帽子をかぶっていました。その子が顔を上げたのですが、顔が痩せこけて、目がくぼんでいて、ホラー映画に出てきそうな顔色の悪さ。肩まである髪の毛はまばらに生えているのか、かなり少なくて、もしかしたら痩せすぎが原因で抜けてしまっているんじゃないかな、なんて思いました。おーい、帰るよ。家族に呼ばれてその場を離れたのですが、ねえ、さっきの子すごく細かったね。誰？ほら、ワンピース着てた子、帽子かぶってた。あ、そんな子いた？両親と妹にそう言われてびっくり。もう一度お墓の方を振り返ると、確かに誰もいないんです。ただこの時、耳元で誰かが何かつぶやいているような声がしたのですが、あまり気にしないようにしていました。帰りの車の中で寒気とひどい眠気に襲われ、家に着くとすぐに寝てしまいました。お風呂も入らず寝るの？今無理、後で入る。結局その後は起きることができず、私は朝まで眠り続けました。起きてから変わらず寒気はあったものの、熱がなかったので、とりあえず学校に行くことにしました。朝ごはんは？いらない。ちゃんと食べないとお腹すくわよ。行ってきます。登校して、いつもなら3時間目が終わる頃にはお腹が空いてしまうのですが、その日は全くお腹が空かず、むしろ給食を見て吐き気がしてしまいました。痩せなきゃ、痩せなきゃ、痩せなきゃ。常にそういう気持ちが頭から離れず、自宅に帰れば夕飯にも手をつけずに痩せるための体操を始めてしまいます。
ろくに食べずに運動するという状態が続きました。そして夜眠ると夢の中に墓地で見た女の子が現れ、私にこう言うんです。痩せなきゃバカにされ続けるわよ。痩せてみんなを見返しなさいよ。痩せなきゃダメだという脅迫観念にとらわれて、少しでも食べたらその分を消費しなければと異常なくらい運動をしていました。なんとそんな生活が1年ほど続いたのです。当然ほとんど食べないので激痩せしてしまいました。体だけではなく心も壊れかけていたのでしょう。夢に出てくるあの女の子が起きている時にも見えるようになったんです。ちょっとあんた本当にいい加減に食べなさい。こんなに痩せちゃって。だってあの子がまだ私が太ってるっていうのを。私は覚えていないのですが、家族や友人によるとそんな言葉を繰り返していたそうです。さすがに親が私を精神科へ連れて行き、すぐに入院となったのですが、その病院で同じようにガリガリに痩せている人を何人も見ました。そしてもちろんあの女の子も現れました。病院の先生は私を心の病だと診断しましたが、その頃家ではこんなことが起きていました。そういえばお姉ちゃん、お墓参りの時に変なこと言ってたよね。妹が私が墓地で見た女の子の話を思い出して、地元で有名な霊能力者のもとに家族で相談しに行ったのです。霊視の結果は取り憑かれているでした。そこで1日だけ外泊許可をもらい、私は除霊のために霊能力者のところに行くことになりました。やだ、行きたくない、やめて。私はなぜか病院から出るのが恐ろしくて、行く時にものすごく暴れたのですが、車に押し込められて霊能者の自宅へ連れて行かれました。除霊中のことを私は覚えていませんが、取り付いていたのはやはりあの女の子でした。体型を気にして過剰なダイエットをした結果亡くなったんだそうです。彼女は除霊の際に生前の苦しみを語り、自分と同じ悩みを持つ子なら自分の気持ちを分かってくれると思った、同じ目に遭わせたかった、そう言ったそうです。除霊の直後、自分の意識が戻った時はなんだか悲しい気持ちでいっぱいで涙が止まらなかったのを覚えています。まともに歩けないほど体力も落ちていたのでしばらく入院していたのですが、除霊後の私の良い変化を病院の先生や看護師さんはとても驚いていました。あと看護師さんとの会話中、私以外にも痩せた人がたくさん入院してるんですねと言ったのですが、看護師さんの返事が、そういう感じの人は今入院してないわよ。で、もしかしたらあの女の子の霊が同じような他の霊を呼び寄せていたのでしょうか。しかしこの出来事で両親も私の気持ちをちゃんと理解してくれるようになりました。無理に食べさせようとすることもなくなりました。ある意味感謝してもいいのかなと思うのと同時に、あの女の子に少し同情している自分がいます。はい、おしまい。コンプレックスを持つのは悪いことではないと思いますが、あまりに度が過ぎると病んでしまいますね。それとふくよかな体型の人の中にはただの食べ過ぎではなく病気の薬の副作用でそうなっている場合もあります。運動を禁止されている人だっているのです。人にはいろいろな事情があるものです。バカにしてはいけません。ではおやすみ花子。皆さんもおやすみなさい。